るのかストレスなのか疲れなのか分かんないけど、スプラトゥーン1の曲を聴いた瞬間泣きそうになっちゃってめっちゃうるってきて、あやべー泣きそう。なんかその時のスプラトゥーン1してた時のことを思い出して、なんか感極まってうるってしちゃってめっちゃ泣きそうになるっていうねテンション上げるつもりが1の曲を聴いてなぜか涙ぐむっていう現象に起こりましたけれども、ノリノリで向かっております。で、キョンちゃんはね、今テンちゃんのワクチンを連れてってくれてて、1歳になってからね、熱とかね、なかなか病院に連れて行けなくて、ワクチンが打ててなかったんで、午前中の間にね、打ちに行ってくれてます。今日の予定としては、そこまですごい予定が詰まってるわけじゃないんですけど、なんと福岡、明日からね、台風直撃なんですよ。明日、明後日台風直撃ということで、外に出れなくなっちゃうので、ちょっと今日のうちにお出かけして、家のこと、掃除とか、片付けとか、洗濯とか、家の家事系はね、明日から家にいる間にやればいいかなと思って、とりあえず今日は、ちょっと連休の初日ということでね、一日楽しみたい。はい。私は、今日一日好きなことをして楽しみたいという日にしたいと思います。最近ハマってるコラージュだったり、ゲームだったりスプラトゥーンね、映画を見たりとかしたいなって思っております。そんな感じで今日一日お付き合いください。よろしく。今のでめっちゃ美味しそう、かわいい。今日は 何茶なんですか？今日普通のアイスティー。アイスティー、ワクチン打ってきたみたいです。泣いた？泣いた。あ、2本左に打ってます、うん、2本だけ。いや、で最後3本目こっち。アンパンマンじゃないんだ。ここで泣いた、うん、3本目で泣いた。3本目で泣いた。頑張ったね、うん、眠たいね。1、2本泣かんかったらすごいね、うん、3本目で泣かんかったら200人に1人って言われて。200人に1人泣かん人が多いって。へえ。あら、おもちゃで遊ぶの？眠たいんじゃないんですか？眠たいね。頑張ったね。うん、頑張ったね。笑ってる。おもちゃに3本打った。うん、頑張ったね。そうも打った。うん。遊んでます。急に終わった。ということで、今からコラージュしていきたいと思います。私は今癒しに飢えててですね唯一の癒しの時間なんですよ、はい、コラージュしてる時がなんか自分の世界に入れてすごいリラックスできるので、まあ最近は 1,2 時間ぐらい平日も仕事終わり時間ある時やったりするんですけど、今日はたっぷり時間あってできるので、はい、皆さんにもお見せしながらやっていきたいと思います。じゃあ今までのやつをちょっとお見せしたいと思うんですけど、こんな感じでね、この本、このなんだろう、ファイルは女の子と愛がテーマになってる本でございます。こんな感じでコラージュしてます。いろんなシールとか紙物とかをね、自分で組み合わせて作るっていうものなんですよね、コラージュっていうのは。はい、これはなんか色をテーマにしていろいろ作ってみました。まだ全然ページは行ってないんですけど、テーマとか色を決めて自分の好きなように作っていく
っていうのが楽しくて、で黄色やね、これは黒、これはねちょっと病んでる時に作ったやつで、なんか暗めの色になってます。これは最近、割と最近、これ昨日です、昨日作ったやつ。スイーツがテーマで、これも昨日連続でそのまま作りました。なんかファンタジー的なはい、で新しいページ、今日はここを作っていきます。どういう感じにしようかな。テーマはいつもその時の気分なんですけど、この1枚にデコっていきます。もう1枚ここにノートあるんですけど、こっちはなんかヴィンテージ調の、ノートを作ってて、こっちはまた違ったテイストのやつをコラージュ作ってます。ここにねファイル、シールのファイルがいっぱいあって、よいしょ、こっち側でもカメラ撮ります。こういう感じでメモ型になってるシールがねありまして、こういうのも使ったりしてます。あとはカードケースにこういう感じで入れてって、これも使ったりするし、これセリアなんですけど、セリアのケースにこういうシートシールをたくさん入れてます。あとこっち側にもね、これ昨日新しくゲットしたやつで、こっち側にもいろいろね素材があるんです、シールがたくさんこんな感じで、まだ全然整理できてないんですけど、これ蛇腹ケースにねこんな感じでシール入れてます。まずこの昨日ゲットした香水の形してるシールを直していきます。セリアのねこのバインダーのファイルがめちゃくちゃ便利で、こういう感じで入れてます。これすごい便利だよ、フレークシールとかいいですね。はい、 OK、 やってこう。テーマはね何にしよう、私大体女の子から決めるんですよね。女の子と愛がテーマなのでなんで笑う？あ、赤を使いたいんで赤っぽいやつを使おうかな。これかわいい、この女の子、この女の子にして、黒髪少女かわいいな、黒髪でいこうかな。うん、オッケー、決まり。この3人の女の子をテーマにコラージュしていきます。このね考えてる時間が結構ねかかります、時間が決まればねあと貼るだけなんで、すぐバババって終わるんですけど、構成を考えながらどういう風にしようかなって、自分の世界を作れるからそれがすごい楽しくて、きっかけはね YouTube でコラージュっていうのをたまたま見て、楽しそう、やってみたいと思ってやり始めたらすごいハマっちゃって、あーもうかわいい、もうこれだけでかわいい、本当に割と優柔不断なんですけど、決めるのは直感で、これぐらいでいいかな。はーい、でこれで構成を決めます。はい、こういう構成にしよっかな。じゃあこっからはね早送りでお送りします。
よし、できました。じゃーん、こんな感じです。テーマは危ない女です。危ない女の子をちょっとイメージして、こういう感じで女の子と愛をテーマにしたコラージュ完成。割とうまくできた気がする。シンプルより結構ね、私ごちゃごちゃしたやつが好きで、もう盛りだくさん乗せたいやつ全部乗せちゃうみたいな。完成。一番お気に入りはですね、今のところどれかな、これですかね。これピンクがテーマ、可愛い女の子っていうテーマのね、これとこれかな。ちょっとメイクをテーマにした紫がベースのコラージュなんですけど、これも結構気に入ってます。はいはい、皆様、時刻は5時半を回っております。これね、今書き出ししました。これは前回の日常動画になります。これの編集がね、今こんな感じでバーっとやって終わったので書き出し中です。コラージュ終わったのが3時ぐらいだったかな。で、ちょこっと20、30分ぐらいやって、まあ買い物に出かけようかなーって思ったんですよ。そしたら5時半でした、気づいたら。やりすぎだー。はい、ということで今からね、ちょっと今日は焼き鳥パーティーをするんですけど、その焼き鳥機がないんで、前はあったんですけど、引っ越す前に捨てたんですよ。処分したので、このメガネの跡が。そう、だから、ちょっとそれをドンキに買いに行こうと思ってて、ドンキになかったら電気屋さんに買いに行くんですけど、まあ、それを今からします。ドンキードンキホーテやばい、韓国コーナーがある。ブラウニー。見て、すごい。めっちゃ韓国、テンション上がる。じゃーん、見てー。じゃ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 ーん。手がこんぐらい。手2個分ぐらいの大きさかな。割とコンパクトで、もう結構ね、熱い。つけて1分もしないうちに、1分ぐらいでもう結構温まってるんで、焼き鳥こんな感じで準備しました。マックスバリューの冷凍の焼き鳥とウインナーと、ちょこっとなんか自分たちで作ろった焼き鳥です。これ鴨のね、肉、ネギマ、カモネギマみたいなやつで、豚バラ。冷凍だからこっからどんぐらいで焼けるか心配です。で、ちょっと椎茸とか置いてみちゃったりして、おー、めっちゃ楽しみ。焼き鳥こんな感じ、すごくない？めっちゃいい感じじゃない？トマトとかほら、肉も、まあ、どんぐらいかかったかね、焼くまで。15分ぐらい？冷凍からこんぐらいまでは15分ぐらいですね。できたかも。いただきますよ。乾杯。乾杯。いえ、カフェオレです。カフェオレで乾杯。こう背景を隠すっていうね、これで言っちゃったーみたいな、言っちゃったー、これで背景隠すみたいな。いただこう。あ、落ちちゃった。
塩コショウをつけていただきます。おあっこめっちゃ肉汁がはじける。ジューシー。おいしい。おいしいです。ネギもほろほろで。おいしいね。うん、うまい。うまいな。うまい。熱々。いい感じに油も落ちてて。おいしい。うん、最高。しいたけ食べよう。しいたけ、あ、いい匂い。湯気立ってるよ、湯気、ほら。あ、これあかんやつや、あた。アスパラなんて笑う。アスパラか、アスパラ焼き。うん、アスパラ、がっつりアスパラ。うん、食べ。トマトいってみるね、みんな。あらば、わわわ、うん、中までめっちゃちゃんと火取っててジューシー、美味しい。はい、今からスプラをやっていきたいと思います。ちょっとキャンちゃんと一緒にねマッチングしてやろうと思ってるんですけれども、よいしょよいしょ、こんな感じで今スプラシューターを私は使ってます。私はねゲーム中変化しちゃうタイプなんですよね。口が悪くなって結構叫んだり激しくなっちゃうタイプなんですけど、一緒にやれる人が限られるっていうね、結構うるさくなっちゃうタイプです。はい、ということで早速やっていきたいと思います。1階にいる旦那と電話をつないでおりますきょんちゃん、はいきょんちゃん、はい。ちょっとカメラ越しで映してるんで光が飛んで見にくいかもしれないんですけど、すいません。いや、私そんな上手くないんですよね。ワンツー意外とね初期メンバーで最初からやってるんですけど、そこまで上手くないです。エイムがクソなんですよね。だからローラーが結構好きで、ダイナモ使いでずっとやってて、まあ、ローラー系が得意なんですけど、ちょっとエイム練習のために最近はシューターを使ってます。よろしくお願いします。なんかこのスタートかっこいいよね、上に乗ってる感じ。コテンパンにされたらどうしよう。ちょっと真剣に今日は大声を出さないように控えめにちゃんとね。きょんちゃんも実況お願いします、できれば。あ、仲間だよね、仲間、仲間、仲間。あー、ここか。よし、スパスパ、なんだっけ、スパシャって言っちゃうな。あ、そこに隠れてんな、君。そこにいるのは分かっている。そこにいるのは分かっているぞ。よし、やったやったやった。ナイスナイスナイス。あ、いる。仲間が溶けていった。いるね、そこに。そこにいるね。すんませんって感じ。やったー、ナイスナイスナイス。はい、やってく。やってくやってく。めっちゃ武装してる、私。ナイスナイス。そして一回も死んでいない。私完璧じゃない？めっちゃ今日。
公言してるよ。どうした、調子いい、調子いいな。調子いい時とね、悪い時があるんですよね。今日めっちゃ調子いい日かもしれない。あ、来てる、ミクラ来てる。なんかね、ボムで意外とやれる説。あー、痛い、ナイスナイス。なんかね、まあ、前線なんかね、調子乗って前に行かないこと、死なないこと、それが大事。あ、やばい、死ぬ、これ死ぬ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 。やられやられやばいよ、これ最後のラスト30秒間のあれやられるよきっと。いや、私たちはね、このラストの30秒が大事でね、この30秒をやられる場合がね、負ける範囲に、うわーこいつ、あ、負ける範囲になるんですよね。すごくない、この逆転のされ方。どう、濡れん、あと20秒濡れん、無理。うわきつい、これ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 、ナイスナイスナイス、一体倒した一体倒した一体倒した、塗ってくれ、頼む頼む。あ、あと一人、あんただけ。あー、一気に逆転されましょう。はい、こんな感じです。はあ、負けました、負けましたね、これは完全に。最後の30秒、巻き返せなかった。やっていこう、フォー。あ、また同じステージですね。ちょっと前線行ってみるわ今回。なんか調子がいいもんで、あ、え、スプラやるとさ太陽上がるよね。よし、勝ちたいです。あ、やられた、やられた、おお、強い、ロングブラスター。あー、ロンブラか。え、ダイナモがいる、ダイナモすごいね、ダイナモ使えるじゃん。あーくっ、やった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 、ロンブラやったぞ、ロンブラやったぞ、ロンブラやったんだけどな。負けましたーん。てやんでー。最後までダメだったね。ってな感じで、スプラ楽しみまーす。